はい全国民に現金10万円給付特別定額給付金の2回目を求める国民の声ということについてお話ていきたいと思いますで今日この動画をご覧になっていただいている方は個人の方でご覧になっていただいているというパターンがほとんどだと思いますでこの給付金この特別定額給付金の2回目がまだあるかないか分かってないんですけれども 特別定額給付金の2回目がもしあった場合、すぐに申請をしてできるだけ早く給付されたい、あるいは確実に申請を終了させたい、確実に給付されたいという場合は、ぜひチャンネル登録していただければと思います。また、特別定額給付金の2回目であったりとか、補助金に関するような動画、給付金に関する動画が出たらすぐにお話しさせていただきますので、ぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。それでは早速いきたいと思います。 特別定額給付金ってそもそもなんだっけというところなんですけども、これは2020年の5月、コロナ禍にあった全国民に対して所得制限なく1人10万円を給付しますという給付金のことです。で、その2回目って何ということなんですけれども、今、国民からまあコロナ禍よりも苦しいですよと。コロナ禍に給付のあったこの特別定額給付金よりも苦しい状況にありますと。 いう声が上がっていますと。で、そこで、まあ、10万円の2回目、給付金の2回目が求められているということと、まあ、その理由について解説していきたいなというふうに思いましたと。で、まず、国民の声がめちゃくちゃ大きくなっているという現状がありますと。まあ、どういったことか。まあ、先ほども言ったように、コロナ禍よりも生活が苦しいといったような声です。物価が上がっていて、給料は上がっていないと。もうこれに尽きると。 国民生活の下支えが必要になっているといったような状況があります。で物価が上がっているとこれはもう,もう明確ですよね例えばスーパーに行って食品1つにとってもまあ1年前に比べても2割3割上がっているのは当たり前といったような感じになっています。もう中には5割上がっているっていうような食品もあるとといった状況にもかかわらず給料は全然上がっていないという現状があります。 まあ、大手の企業はベースアップっていうのがあったりします。それはあくまで大手で、まあ、経験がいい会社に限定されていて、まあ、国民の大半が、まあ、勤めている中小企業は、こういった給料が上がるといったようなことはなかなかないといったような状況です。まあ、どういったことかと。まあ、大手の企業は国内がショリンクしていく中で、まあ、海外に向けて物を販売する。例えば、トヨタだったら自動車を海外に売ると。 そういった形で、まあ、過去最高の利益4兆円営業利益4兆円といったようなことで、まあ、昨日もニュースになってましたがそういったようなことで、まあ、利益を上げるとでその結果社員に対して給料を上げるということができているというそういう企業もありますけれども大半の我々国民が勤める中小企業はほとんど売上が減っていっているといったような状況ですのでそうなると給料には当然、反映されないと物価が上がっているのに給料は上がらない。 コロナ禍よりもきついといったような状況になっているような方もめちゃくちゃ多いといったような状況です。コロナ禍というのは、まあ、交通に関するところ、あるいはホテル、旅館、あるいは外食といったようなところは行動制限ありましたので、まあ、きつかったと思います。ただ、我々一般の国民にとっては、コロナ禍よりも今の方が苦しいと、生活が苦しくなっているといったような現状があります。まあ、経済全体も景気が減速して倒産件数の増加といったようなこともあって、まあ、今、 非常に苦しいといったような状況になっているという国民の声があります、まあ、もし10万円給付になったら、まあ、生活費の負担が軽減されたりとか消費促進だったりとかあるいは経済が活性化するといったようなことも望めるのでもう早く給付してほしいといったような声が大きくなっています今年はもしかしたら衆議院が解散する可能性も言われています通常国会が終わる6月の後に解散があるのではないかなというふうにも言われています ま、解散になった場合でも、自民党が、ま、例えば議席を減らして、与党でなくなってしまったという場合ですね、こういった他の政党が、ま、政権を取っていく可能性もあります。で、例えばこの10万円給付ということを政策にしているような政党もあります。国民民主党だったりとか、あるいは令和新選組といったようなところは、ま、インフレ手当であったりとか、あるいは四半期ごとに10万円を給付すると。 いうことで政策にして提言していくというふうなことでお話しされていました全国民に現金10万円給付特別定額給付金の2回目を求める国民の声がめちゃくちゃ大きくなっているよということについてお話しさせていただきました まあ最初にも言いましたように、今日は個人でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。特別定額給付金の2回目がもしありましたらすぐに動画でお話ししますし、あるいは他の給付金に関しても、まあ、情報がありましたらすぐに動画でアップさせていただきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。で、今日の話でもありましたように、国民の声ということで、 まあ、ぜひ、この動画のコメント欄にコメント、まあ、賛成か反対かの一言だけでもいいので、残していただければと思います。まあ、この吸気に関する動画って結構上げさせていただいていて、まあ、中には140万回を超えるような再生をされているといったような動画もあって、たくさんコメントをいただいて、まあ、おそらくそういった動画を政府の方とか、あるいは政治家の方にも見ていただいていると思いますので、ぜひコメントで意見を入れていただければというふうに思います。ありがとうございました。